こんにちは、石山浩二です。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日のお題はイギリスジョージ3世ギニー金貨について話をしていきたいと思います。1つ目 8.34g くらい、直径 24mm くらい。2つ目ジョージ3世の肖像と盾、1761年から1813年。3つ目、1761年ファーストヤングヘッド、1763年から64年セカンドヤングヘッド、1765年から73年サードヤングヘッド、1774年から79年、81年から86年フォースラージヘッド、フィフス、シックスス、セブンスまである景観など、まあ、この4つのテーマについて話をしていきたいと思います。イギリスのジョージ3世のギニ金貨ってことで、まあ、ギニこういう風な肖像ですね。まあ、これが第7世代まであるということで、顔の形が若干変わったり後ろのデザインが変わったりしています。で、1つ目の 8.34g ぐらいで直径が 24mm ということで、まあ、大きさは見た通り割と直径としては小型に入るんですが、ドイツとかですね、ハンガリーとかオーストリアとかはダカット金貨っていうのが、まあ1単位の金貨としてあります。まあ1ダカットってだいたい 3g ぐらいなので、まあ、3g とか 3.5g ぐらいなので、まあ、このギニーだと 8.34g っていうことで、まあ、2.5 倍強ですかね、割と重量がある金貨になっています。で、2つ目がジョージ3世の肖像と盾ということで、この特に顔もそうなんですが、裏面もですね、途中からこのように結構変わっているっていうのが特徴です。裏面の方は特にこの盾をモチーフにしていて、まあ、王冠のような形に盾がモチーフになっています。表面はジョージ3世の、若かりし頃から年を取るとこちらの方の顔に変わっていってるということで、当然ながら若いほど高いというかですね、レアになっていくような感じです。で、3つ目が1761年からがファーストヤングヘッドと呼ばれています。ちょっとここには今、持ってないんですが、で63年と64年が、セカンドヤングヘッドで、65年から73年、こちらの方がサードヤングヘッドなんで、こちらの方がサードの肖像になっています。74年から79年と81年から86年もこのサードのヤングヘッドという肖像になっています。その後がフォースでフィフス、シックススまであるということで、最後セブンスということで、このジョージ3世の肖像は最終的に、まあ、これ今ギニーの話をしてるんですが、ソブリンという、まあ、今ちょうど今の流通貨幣というかですね、5ポンドとかの流れにあるものの 7g ですね、ソブリンになるんで、このジョージ3世からソブリンが始まったっていうふうに覚えておくといいんじゃないかなっていうふうに思います。あとこの景観と呼ばれるものを言ってるんですが、景観っていうのは何かっていうと、月桂樹を頭に巻いた状態ですね。これを景観と言って、月桂冠とも呼ぶらしいんですけど、まあ、月桂樹を輪にしてですね、これを頭に巻くと非常にまあ最高地位を表すということで、それをこのモチーフとして使っているのがジョージ3世のギニー金貨になります。このジョージ3世の前の世代はジョージ2世であって、その後ろの世代がジョージ4世っていうことで、ちょうど真ん中ぐらいに挟まれたのがジョージ3世です。1つ目に入りますけど、まあ、1つ目の 8.34g ぐらいで直径 24mm ということで、非常にギニーとしてはサードとかフォースとか多分非常に手に入れやすいです。まあ、後半に行くほど当然流通していたので、数が多いというふうに覚えておくといいかなと。当然早いほど高いので、このファーストヤングヘッドとかっていうのは当然高いっていうふうに覚えておくといいかなと思います。一番最初のものは5ギニーとか2ギニーとか市中価ですね、試し打ちにされたものの中にこの1ギニーが、あって、1ギニーの方は流通してたような形で記録が残っています。で、2つ目がジョージ3世の、肖像と盾ということで、ここまで多分肖像が変わってるのはこのジョージ3世ぐらいなんじゃないかなと思います。まあ、ジョージ2世も結構顔が違う肖像が描かれてるんですが、特にジョージ3世はもう見た目全然顔違うので、非常に見分けがつきやすいんじゃないかなと思います。あと後ろの肖像ですね、肖像というかこのデザイン、まあ、これスペードと呼ばれてるようなマークになっていて、こっちの方はまあ王冠モチーフの盾の
デザインになっています。3番目の先ほどからずっと話をしてるんですが、ファーストからセブンまであると、全部で7種類のデザインがあるということで、まあ、この7種類を全部集めてみるっていうのもこのギニーの楽しみ方になるんじゃないかなと思います。最近ちょっとこのジョージ3世のギニーも非常に高くなってきてるんで、まあ、前の方のものはなかなか簡単には手に入らないですし、高いのが多いんじゃないかなと思います。あとこのギニーにもプルーフのギニーとかもあるので、まあ、プルーフになるとだいたい1万5000ドルとか2万ドルとかするんで非常に高いんですが、まあ、かなりレアになるので詰めてみるのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。今日の動画がですね、ぜひ、このギニーについて、まあ、なんとなく分かったとか、集めてみたいとか面白かったっていう人はぜひ、いいねやコメント欄にコメントいただければと思います。あとまだ、チャンネル登録をされていない方はぜひこの機会にチャンネル登録をしていただければと思います。今日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。